キミカ改め巻き方です。レクチャーシリーズ、今回はシルクの巻き方、畳み方です。シルクロールと呼ばれる超基本です。なぜならもさっと広がらず玉状のまま投げ渡せるからです。つまり45センチ角以上の大きなシルクですら四つ玉より小さく扱えます。腰などからロードしてきて崩壊せず安心してパーム、こっそり受け渡したりもできるでしょう。そして必要な時にすぐロック解除すると美しく伸び出て出現します。動画主流の時代、昨今本や DVD を買ってまで覚える方減ってきているようですが、もったいないでしょう。この簡単な一歩さえ踏み出せば抵抗感なくシルクをショーに取り入れられます。売りネタだらけのマジックショーから脱却しましょう。早速説明しましょう。撮影しているうちにだいぶシワ寄ってますがご容赦ください。まず広げて対角線上に折ります。角同士を合わせました。他の角2箇所を掴んでくるくるっと丸めていきます。こちらの角に向かって丸めていくと細い棒状になります。次、自分に近い端から2、3センチのところで山折りにします。つまり端はシルクの下に隠れました。新しい端のところを親指と人差し指で横から押さえながら掴みます。そして反対の手で巻いていきます。上に巻きつけていきます。この回転方向です。どんどん小さくなっていきます。くるくるっと巻いていって、その間人差し指と親指で車輪のように両側から押さえています。最後の方まで来たら一旦止まります。きつく巻くためです。この辺りで止まっておきましょう。ここで一旦図1、2をご覧ください。シルクの端は下側から伸び出ています。一周手前のシルクはやや細めに巻かれています。ここへシルクの端の直前の部分を差し込んで、端は戻ってきていて、上から少しだけちょこんと出ています。これがロック機構です。細く絞るのがポイントです。少しねじるようにします。そして、人差し指を一緒に巻きつけてしまうと良いでしょう。この差し込む余裕を作るためです。この部分に端の直前のところを差し込みます。人差し指で穴を作っていたところです。それから戻すように端が出ています。実物だと分かりづらいですが、こちらが端です。これで玉のようになりました。以上が巻くパターンのシルクロールです。投げたりしても玉のままです。ロック解除するには親指と人差し指で小さくつまんで、他の指は握ったままで引っ張ります。するとロック解除されて、そのまま離すとスルッと伸び出て美しく出現します。ここでよくあるお悩みにもお答えしておきましょう。まずスティールした後シルクの端を見失いそう。これは角に何か取り付けておくことで感触ですぐ分かるようにします。例えば固く 2,3 回結ぶだけでも結び目の硬さですぐ分かるようになります。あるいは小さなボタンやビーズなどを角にくるむように接着剤で貼り付ければ外から見えず感触ですぐ分かります。韓国圏などでは黒いビニールテープを巻いて感触ですぐ分かりつつも、見た目にはブラックアウト的にごまかしてしまうという手法も見かけます。次、出現前のシルクどうやってセットするのか。これはマジックショップのホルダー部門、それとメンバーシップも踏み込んで役に立ちます。いずれも概要欄ご確認ください。一つおすすめなのは衣装よりもマジックテーブルです。本番直前衣装にあれもこれもぶら下げるのは焦りますが、それよりもテーブルに仕込む方が目視確認しやすいです。つまり前板付きのテーブル天板背面にヘアクリップや洗濯バサミで挟み止めておきます。角の方へ近づいてきて前の手で大きな動きで何か取る置く動きをすると後ろ手に注目されにくくなり、
その間角近くでスティールし体に密着して離れるわけです。最後、伸び出した時の巻き癖が気になる。これはメンバーシップの宣伝になりますが、巻くのではなく畳む方法があります。こちらです。こちら小さく畳まれていますが、同じくロック機構があり受け渡しても崩れません。同様に少し引っ張るとロック解除されて、すると美しく出現します。巻き癖がないでしょう。はい、以上、シルクマジックに興味持っていただければ幸いです。こういう面白いフラリッシュなんかもメンバーシップでご紹介予定です。次回の動画でまたお会いしましょう。